とちゃん、伊達さん、ひるかじ、ロトリさん、おいちゃん、アレックスさん、お昼は食べてない。どうしよう、迷ってる。食べようか。ちょっと今ね、どうしよう、何を食べに行こうか。ガチ、うん、昨日は楽しかった。やったね、嬉しいね、さくらちゃん。配信来れた。どうもフルです。フルフル、ありがとうございます。竹春さん、こんにちは。こんにちは、ちいじさん。わ、ちいじさんだるまみれ。ちいじさんがコロナ。ゆうやん、こんにちは。ヨネさん、やっほー。きょうちゃん、たきっこさん、お昼何にしますか。さくらちゃん授業中ですね。たかひろさん、火事ですよ。ナイスタイミングだと。お、すごい、昼下がりの好き。ハンドアンマーさん、あれ久しぶりか。待ってました、火事ですよ。こんにちは。あら、すごい、昼休みちょうどだって、すごい。こんにちは、アロンさん、てってっちゃん、すごい、ベビーカステラやるんだ。作るのそれ、文化祭作るんかな。文化祭作るのかな。家事は高校生の時に文化祭がありました。今19なんで、こう高校生も終わっちゃってるんでね、文化祭っていうものも一緒やらないんだろうなと思っていますが、高校1年生の時は縁日をやって、なんかゲームをいっぱいやると、輪投げ、なんかすごい黒板になんかすごい輪投げ作ったんだよね。すごい輪投げ、結構人気でした。うん、となんか鉄砲でバンバン撃つやつみたいのを作って、鉄砲がすぐ壊れてすぐそれができなくなっちゃったんだよね、本番。そうで、日光2年生はアイスを売ったの。市販のアイスを売ったんだけど、すごいよ。普通のこうカップのアイス、31だっけ、違うんだ、普通の市販のにしたんだ。買っちゃ、チョコモナカジャンボとかだっけ、なんか売ったんで、なんだっけな。でもね、シューアイスがあったの覚えてんの。なんでかっていうと、私シューアイス1個50円でさ、超売ったの、めっちゃ売ったのよ。目の前にシューアイスがあるからさ、なんか50円払っては食べて、50円払っては食べて、食べながら売ってたのよ。知らない間に私多分15個ぐらい食べてて、お腹壊した。そう、ちょっと食べた、私は一番食べたと思う。目の前にさあるんだ。チョコボナカジャンボ、バリナモナ、バニナボ、バニナモナカジャンボ。CM やってますね。こういうね、シューアイスの CM とかってないよな、あんまり。ないな。シューアイスの CM を狙っていこうと思います。シューアイス。いや見ないね。いやめっちゃ食べちゃったんだよね、めっちゃ食べたの。僕ね、目の前にあったからパクパク食べちゃったんだよね、高校2年生の時。チョコモナカジャンボって森永じゃない。ニナタお誕生日おめでとう。ニナタ森永の CM 狙っていこう。
どなたがやってんだろう今、わかんないけど。そう、めっちゃ食べちゃったの本当に。あ、でも私バニラの、バニラモナカジャンボ派です。文化祭2日目終わった後、カリ姉さんのリリーベン友達と行く。あ、すごい、それすごい、いい一日になりそうですね。千葉限定で CM、 いいな、 CM に出てみたい。あの、あ、一回あるのか。でもあれ、秋田大八さんの CM 出た。あ、もう、いやいやいや、覚えてる覚えてる、すごい前やから。ダイナゴン森永だるまもなかった森永荻野目洋子さん、すごい方や。イエーイ。それで高校3年生はね、高校3年生はね、あ、お化け屋敷やったんだ。そう、3年生はみんなお化け屋敷やった。あ、みんなじゃないけど、お化け屋敷やった人多かったな。私たちのところもお化け屋敷やってたんですよ。うん、ではもうその時は私は黒板の前で死んでる役、急にダンダンダンって動き出す役でした。お化け屋敷は苦手だった。なだるま投げババア、だるま投げババアってどういうこと。だるま投げていけません。ゲリラゴリラウホウホ、青春ビルドアップ、人生いい、あ、なんだっけ、タタ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 、お化け屋敷だ。あ、黒板に詰め立ててキーはありだったね。でもね、あ、さくらちゃん結構すごいお厳しい学校に通ってる感じがあるね。そうなんだ、ボケかった。うん、だけど私結構ビビりでさ、あまり怖いことできなくて、一番出口に近いあのドアを開ける役だったのね。私が最後ダンダンってやって、死んだ役して、いきなりバッてこうやってダンダンってやって、ドアを開けてあげるっていう役だったの。怖くってさ、私あんまり深く暗いところに行けないんだよね。あの、なんか入る方も嫌いだし。そうそうそう。楽しかったですよ。楽しかった楽しかった、いろんな人をびっくりさせました。びっくりさせたよ、させたさせた。お化け役は初めてだった。入り口出口、あー、よろしくないかも。今その方はよろしくないかもしれない。私、うん、そうだね、怖がりお化け、いや怖がりお化けっていうよりもビビリなだけなんでね。可愛いもんじゃないね。せえ。化け屋敷楽しいのになって。化け屋敷は私、あの、化け屋敷とかで働いてる方いたらすごい申し訳ないんだけど、得意じゃないし、入る意味が分かんない。です感じですね。まあ入ったんですけど、この高校3年間入りましたよ。もちろん友達もいたし、一緒に入ってくれっていう人もいたから行ったけど、いや、だから私入り口まで行って出ちゃったとこもあったよ。怖くて、うん、そう、めっちゃ怖かったね。全然怖いのよ、やっぱ学生の、あの、学生のね、あの、文化祭か、文化祭のお化け屋敷も怖いのよ、やっぱり。全員否定だって、なん、ごめんなさい、そういう意味じゃないんだけど、いやだってなん、キャーキャーって言って楽しいの、
ただ心が憂鬱になるよっていうね、な感じ。怖いもんだって。この人も仕事だと思えば怖くないって言われるけど、富士急、富士急は絶対できないかも。戦慄迷宮だよね。ね、戦慄迷宮。あれは多分私は無理だな。私足がすくんじゃって動けないんだよね、結構。だからもしなんかの企画とかでお化け屋敷入ることになったら出てこないかも。途中で止まっちゃって足すくんじゃって。忍者屋敷は行ったことあるな。あるって花屋敷のお化け屋敷怖すぎてやばかったです。あとあれだ、東京ドームシティのお化け屋敷も行ったんだよね。その2つだけ普通に遊びに行って入ったことがあります。よろしくなかった。もうめっちゃ怖かったわ。終わった、立てなかった。あ、そんなに怖いんだ。怖い話を聞くだけのブースあるんだけど、それでもだいぶダメージ食らったら、いや無理。そういうのあるよね。私怖い話も苦手なんだよね。何を楽しいのかわからないんだ。だって怖いじゃん。楽しいとか嫌がらせかなって思うんだっけ。ハナリコーダーでヒュードロドロ、あ、ちょっとやっときますわ。やばいでしょ。だから私本当にあのデートに連れてってってなったら絶対つまんないよっていう悲しいよ。またこの間みたいに戻るけど、めんどくさい女子です。はい。めんどくさい女子勝島です。有名な女子です。はい、めんどくさいで有名な女子です。はい、嫌いにならないでください。本当にそういうとこあるよね。私もうよろしくない。食べ物も好き嫌いあるしね。うん、本当に大変でしょ。使いづらい会社です。ニキちゃんに上がるのか楽しみだなって。え、やだやだやだ。やばい。まあでもお金になって怖がらせて怖ん、まあお金払って怖がん話せてるってよく考えると謎よね。うん、そう、私すごいそれ、すごいそれ、あのね、思う。困ったらメダルゲームやらせといたらればいいから、クリシャルって。メダルゲーム喜ぶよ。カジといるだけで楽しい。いやどうかな、嬉しいけどね、そうやって言ってもらえるのはね。そうやね。あのね、メダルゲームって結構なんか家事やばいねってまーちゃんとちなつに言われたんだけど、やばいかな。あれちなつだかな、ちなつだ、ちなつに言われたんだ。そうだ、私楽しいんだからな。怖いって男子に抱きつけば男子も喜ぶ。いやだってよく考えてみ、お化け屋敷の中で抱きつくとかそんななくない？わかんない、あるのかな、やっぱり実際。蹴飛ばすわ多分、ギャーってなって。あ、そんなこと言っちゃう、本当に将来不安。あ、でも早く出た方がいいと思う。なんか入っちゃいけないんじゃない、やっぱり。もうな、本当に何でもない。誰かカジペディア作ってくんないかな。ちょっと誰か作って、私ってどれぐらいやばいかな。カジシマの説明書みたいなの、カジシマめんどくさい集みたいなのない？え、こないだなんで誰かがって友達が送ってきてくれたんですけど、ニコニコ動画になんか私のくしゃみだけをしてる動画が上がってるって聞いて見たんですよ。それは私ずっとくしゃみしてる動画が上がってたんです。すごい、あのあえてそこのマニアックなところをこう詰め込んでくれたんだって思って、
ちょっと嬉しかったです。すごいよ、ずっとくしゃみしてるん。嬉しいね、ああいうなんか自分の動画作ってくれるのってすごい嬉しかったそう、確かに私毎日ショールームやってるからさ、そういう素材は確かに多いかもしれない、他の人よりも。あくび集はなかった。なんかニコニコ動画、なんか友達から急に、なんだっけ、あやが動画になってるって言って送ってきてくれた子がいたんですよ。ずっとくしゃみしてる動画、誰だろう作ってくれたの。嬉しかったから俺伝えたい、ありがとうすごいね。でもよく見ますよね、誰々の何々集みたいなの YouTube とかで見ません？よく見るのは何だろう、面白し、面白場面集みたいな、バラエティのとかさ、どっかのグループさんのとかありますよね、よくね。ああいうのに仲間入りできた気分で嬉しかったです。嬉しいね、ありがとう。誰だろう作ってくれたのでもわからない。ハッシュタグカジシマ伝説は更新していってるけどって、え、なにそれ、え、それも嬉しい。カジシマ伝説か、ちょっと見てみるね、嬉しいな。ライブで転ぶカジマ集もうできそう、いやーできるでしょう多いよ、もう3回は転んでるからね。まずファーストワンマンライブで転んでるのね、二の足ダンシングのリコーダーの時に転んでて、タブランコールので、え、柏のツアーの初日のかかってきなさいの初披露で転んでるのよ。でこの間の大きい赤坂、赤坂のワンマンも転んでるから、まず3つはあるよ、あとはどこでこけるかなっていう感じとかね。どうすればヒットするんだろうってわかんない。でもすごいよね、わざわざこう自分のさ、カジマのことずっと見て編集してるってことでしょ。それって結構嬉しいものですよ、ありがとう。そう、高まりすぎて転んじゃうんだと思うなって思う、かな、わかんない。どうやって検索したんだ、私 URL しか送れてこなかったからわかんないな。前向きカジカジ、え、嬉しくないですか。え、私どちらかというと、あの、元オタクってところあるので、そういう動画よく見てたんです、しょっちゅう。カジで検索したら出てきたって、すごい嬉しいあ、やばい、ちょっと時間なくなってきちゃった。あやたのドドスコ動画集、ちょっと待って、それもやばいやばいですね、ドドスコ集。はい、ということで、え、今日はカジマのお話はちょっとだけだったんですけど、見てくれてありがとうございます。明日からは朝配信できますので、よかったら見に来てくださいな。はい、ということで、アップアップガールズ過去2期のカジコとカジマでした。午後も頑張りましょう、せーの、以上です、ありがとうございました。カジシマ集待ってます、何でも受付中